皆さんどうも KK です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は5月の最初の新ツム第1弾確率アップ、引くべきかどうかを考えていきたいなと思います。ぶっちゃけまだ引かないでが僕の本性です。本性というか考えです。今からなぜ今引かない方がいいのかということを話していきます。僕はまだ見てないんですけれども、あの YouTube ではたくさん多分動画上がっていると思うんですよ。あのペアツムの性能とか、他の新ツム2体の性能とかで、僕もさっきガチャをして150万ちょっとで出たんですよ。まあ確率よりちょっと低めな感じでしたね。ペアツムはねマジでコインがなくなるので、皆さん本当に気をつけてください。コインの荒使いには注意です。それで早速僕もペアツムの性能を確認するために何回かプレイをしたんですけれども、そこまでね性能がすごく高いわけじゃなかったんですよ。なんとねちょっとショックながら、スターウォーズからのせっかくのペアツムだったんですけれども、ショックながらもあんまりそこまで性能が高くなかったんですよ。なのでスターウォーズがそこまで好きじゃなくて、コレクターでもないっていう方は引かなくても大丈夫な性能かなと思います。そしてそれよりもね、その今のペアツムの確率アップよりももうちょっと重視していただきたいものがあります。それが毎年最近は復活している、復活というか登場しているスターウォーズだけのツムが入ったセルボです。このスターウォーズのツムだけが入ったセルボには、あの12種類のツムが復活すると思うんですけれども、その12種類のツムの中には1体は必ずすごく性能のいいコイン稼ぎ最強ツムが入っています。去年はね、あのアナキンスカイウォーカーが復活していました。その前もなかなかね強いツムが復活していたりしたので、僕もすごい期待してます。僕の予想ではこの今回のスターウォーズセルボにはアナキンスカイウォーカー、もしくは本当に確率はちょっと低めなんですけれども、パイロットルーク &R2D2 が復活するかなと思っています。このパイロットルーク &R2D2 ね、ペアツムがもう新ツムで登場しちゃっているので、なんかねあの復活する確率が低くなっているんじゃないかってちょっと心配なんですけれども、三が日セレボにもパイロットルーク &R2D2 P ルークは復活していなかったので、復活する可能性はあるということで、皆さんこのペアツムよりもこのスターウォーズに復活するかもしれないこの P ルークやアナキンに向けてコインを稼いだ方がいいかなと思います。このペアツムは 2% なんですけれども、この他のコイン稼ぎ最強ツムをセレボから当てるときは 8.33% の確率で当てることができるので、新ツムとして登場したペアツムよりも4倍や5倍の確率で当てやすくなるんですよ。ということは、そうですね、コインの節約ができます。あとはそのツムのスキルも上げやすいので、何回も引いたらスキルチケットを使わずに上げていくことも可能かもしれません。皆さんはスターウォーズセルボ何のツムが復活すると思いますか？ぜひコメント欄でも教えてください。それにもう一つの引かない方がいい理由なんですけれども、ペアツムって1ヶ月間ずっとね復活しているんですよ。それで今一段確率アップでも当てなくても、まだ確率アップの時に当てる機会はまだあります。途中で今第1弾新ツムなので第2弾の新ツムも登場すると思うんですけれども、その第2弾の新ツムが登場した後に第1弾新ツムと第2弾の新ツムが合わさった5体の確率アップが、5体か6体の確率アップが毎年月末とかにも来ます。ペアツムはなんとね、その月末確率アップでもずっと 2% の確率のままなんです。他のペアツムじゃないツムはちゃんとね調整されて確率も低くなってしまっているんですが、ペアツムはなんとねずっと確率アップ期間中は 2% の確率で当てることができるので、今1段目の確率アップで当てなくても月末の確率アップで当てる時も確率は一緒なので、当てるなら月末の確率アップコインと相談しながら月末の確率アップで引くことをおすすめします。ということで今の話の内容をまとめていきたいなと思います。まずもうコイン使っちゃったよってことは、今からコイン稼ぎ頑張って、もう今の確率アップにはコインを使わないようにしてください。
そしてまだ弾いてないよって方は今はまだ弾かないことをおすすめします。そして5月4日に多分スターウォーズセレボが登場するので、そこで1体は多分復活すると思われる最強ツム、コイン稼ぎに強いツムを 8.33% の確率で当たるので、無理やり母体確保だけでもしてスキルが1だったらまだスキルチケットを使ったりしていくのもありです。でスターウォーズセレボを十分に満喫というか、たくさん強いツムが当てられたら月末確率アップですね。最後に月末確率アップで頑張ってコインを使ってペアツムを狙っていきましょう。ということで、この動画が参考になったよって方はぜひ高評価もチャンネル登録もお願いします。バイバイ。